しおかこう TV のおかこうです。みなさんごきげんようお待たせしました。おかこう TV のおかこうです。最近やっぱり動画投稿頻度が落ちてね、一体何してたの何してたのオこうということでみんな気になってる方も多いと思いますが、僕はみなさんご存知の通り、東京寿シアカデミーにこの2ヶ月間通っていました。そうですね、今回はこの2ヶ月間で得た経験、 経験談ととともにに、皆さんに今、お加工は何ををししてていいいいるのか、それを話していきたいと思います。最初東京寿司アカデミーに入った頃はやはり沖縄から東京に出たこともあって慣れない土地間で友達もいない状況の中まあ自己紹介から最初始まったんですけどまあそこでしっかり自分のこのキャラキャラをちゃんと自己紹介で出していってでようやく1ヶ月ぐらい経つとまあだんだん慣れていってこの東京寿司アカデミーに包丁が配られて その配られた包丁に自分で好きな名前を業者さんに無料で届けてくれるっていうシステムがあってみんな普通に自分の名前とか書いてるんだけど俺だけ世界の丘だって書いたりしてまあ自分のキャラをみんなにいち早く知ってもらうことがこのなじめるポイントなのかなと思って最初の前期1ヶ月はもう自分のキャラをみんなに広めるのに必死でしたでそれでようやく2ヶ月目に到達するとだん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 自分のこの寿司に対する甘さだったり 寿司に対する本当になんていうのかなバカにしてたではないですけど本当に甘く見ていたっていうのを感じてで何より感じたのが本当に自分の知識のなすですね知識もなければ経験もないそんなやつがあの番組っていうかみんなの前であの大口叩いてるのはこれは非常にダメだなと改めて今東京に来て実感しております本当に口をでかく騒いでるだけの人間と やってること変わらないんで、本当にに。っていうか、その人間が今までの自分だったんで、おい、見てるか、お前。お前、やってること、ダサいぞ。でもね、こうやってしっかり今、自分でそういうことが体験できるような学校に入って、それを改めて自分で実感したわけですから、まあ、それはそれでいい点かなと思,思っています。で、それで、まあこの2ヶ月経って、まあ、本当にいろんな方と出会えて、まあ幸いにも自分、 18歳最年少ってこともあって周りの大人からいろいろ教えてもらって、まあ、それも素直に受け止めて可愛がってもらってお寿司屋さんに連れて行ってもらったりいろいろなアドバイスをいろんな大人の方がくれたりもう本当に幸せな期間を過ごすことができましたでね将来の目標はみんなわかる俺の将来の目標ビッグそうビッグになることは変わってないんでそこの共有を、まあ、そのしたかったなっていう その俺の軸は変わってないよ、まあ。ビッグって言っても何のビッグになるのかそこの,そこの軸は未まだに分からないけど、うん。とりあえず大きい夢は変わってない。俺は俺だ。俺は唯一無二。人生で俺しかいないし、俺ができると思ってるし、俺しかできないことをやりたいと思ってるから、みんな俺についてきてくれ。ビッグアップ、ビゴプラ。ってな感じで、まあ、今回の動画はもうそろそろ終わろうと思ってるんですけど、今、俺、 生きてるよ、ベイベーって感じで今、もう東京でシェアハウスにも住んで、まあ、これから、まあ、お寿司屋さん関係で、まあ、就職して、とりあえず今を生きようと思っています。厳しい世界を知ったからこそ、そこにあえて飛び込んでもっと今まだまだ学ぶことがあるし、まだまだ吸収できることがあると思うんで、しっかり就職先で頑張っていこうと思っていますで。これから先の g 校 t v のコンセプトとしては、何の動画を上げるかっていうと、 この高校生、中学生、小学生、大学生を最初にした話題性のあるトークやちょっとだけプチバズりしてる歌の解説とかまあそういうのをメインでやっていけたらなと思っていますで、友達が来た時は友達と一緒に会話を動画にしたりしていこうと思っていますではまた2ヶ月間あっという間でしたけど僕は頑張ることができましたで皆さんも同じ俺と同じ頑張ることができると思ってるそう未来は果てしなく遠いから ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はお疲れ。今日も頑張った。お前ら元気しているか俺はいつだって元気さ。不安な顔は見せないの